吉川英二新書大公記は1938年から1945年にかけて読売新聞ほかで連載された長編歴史小説です尾張三英傑の一人木下藤吉郎、後の豊臣秀吉を主人公に彼がシックした戦国の世を生き生きと描き出す作風はいまだ 根強いいファンの支持を集めています。今回はそのうちの第3分冊を通して朗読いたします「吉川英治新書大後期第3分冊」より「春の客」永禄五年の正月信長は 二十九歳の元旦を迎えた。まだほの暗いうちに彼は立って浴室に入ると水浴びして身を清めていた清水はかえって暖かく白いものが立ち上っているがそれをくみ上げる間に水桶の底は凍りついてしまうああ寒い。井戸の周りで故障たちが思わず 白い息と一緒につぶやくとしと近重の侍が叱った信長の身へ入ると何がと叱られるからであるまだ元日であるからささいなことでご機嫌を損ねてもならぬという恐れからであった水を持てー水を持てー組んで運ぶのが間に合わないほど 浴室の中ではそれをかぶる水音がしぶき元気の良い信長の声が聞こえていた。それお出ましい」と聞こえると金銃や胡椒が追うに慌てるほど信長の姿はもう次のことに移っているその朝彼は衣服を正して清須城の後ろの林へ歩んだ。 霜深い木の感動にはむしろを敷き通してあったこの城の歴史よりも古くからある国の御柱の神前に座して彼は廃棄して体中が凍るのも忘れていた彼はその時信長でもなく国主でもなかった皇天のもと高度の上にいかなる恵みか 人間という命を結んだ一個の血あるものでしかなかったこうした命を何のために生かしきろうか言うまでもなく好天高度に期すべきであると彼も知るのだった頑頂のひととき分けてそれを深く思うべく彼はそうして下に座るためしを自ら立てたそして 京都の方へ向かって福祉を拝んだ立って歩みを移すとそこから遠からずして素廟の前に出るここは信長が居城してからつくった先祖の御霊屋であるおそらくは生前この稚語今の乱世に生まれてどうして国をもって生きていけるだろうか 暗示抜いたままで世を去ったであろうと思われる彼の父、織田信秀の御たまもそこにあった。水を捧げ、孔家と共に元旦の供物を備え終わると、信長は自震や故障たちを帰り見て、あっちへ行っとれと言った、はぁ、あ、と段を降り、十歩ほど下がって列立していると、信長はまた、 おっと、ずっと彼方へ、いいんでおれと手を振った。まったく人気がなくなると、信長は、父の石の前で、何やら生ける人へ物を言うように言って、やがては、懐言紙を取り出して、両目を拭っていた。彼の父が生きていた頃の彼は、人も知るがごとき、地教授と言われ、父の死後も、 長年、うつけの殿で通っていたほどなので、今日に至るまでも、信長はめったに仏事供養などしたことがない。自分を苦感して自陣した平手中塚さんのためには、さすがに清州寺まで建立してやった。だが、父の霊前に手を合わせたりすることは、新人気合と言ってよいほどした試しがなかった。家臣たちも、 そんな姿の信長を平静に見ることはほとんどなかったけれど石となった父に会うと彼はただ手を合わせただけではいられなかった地境寺の本庄に帰ったように石へ呼びかけ石へ向かってつい泣いてしまうのだった故に信長はそんなおどかさを家臣たちに見せなかった 見えない遠くまで遠ざけて今もただ一人祖先を拝した初ガ出すの高根に木々の子連れは紅を差しかけていた眼頂の礼を済まして信長が本車の広庭を大玄関の方へ迂回してくると注文あたりからその辺まで 時のような泥にまみれた武将とその部下が仰天の下に白い息をひげに凍らせて祝然と整列していた信長の姿を見ると将兵の列はザグと響きを揃えて図を下げた「大義信長も言うそしてねぎらった早く休息するがよいそしてのびのび」 正月をいたすがよいこれは開けて去年の何月かに美濃へ向けて出陣した後そのまま木曽川の東岸に長陣していたのが年暮れに帰還を命じられちょうどその朝未明に騎乗してきたものであった美濃への出陣は去年の秋口から再三のことであってその都度木曽川の国境を ついててははき、またえては下がり、彼の反発を小当たりに当たってみるような小競り合いを繰り返していたものである先に柴田隊の武将柴田勝家も佐久間隊の佐久間信盛も帰っていた後にはほとんど物見たいぐらいな兵数しか残っていないはずである身の入りは取りやめか。 沙汰する向きもあったが信長は半年の目的は一応収め得たとしていたまた国境から大部分の兵を引いても大事なしと見ていたなぜならば去年8月斎藤義達の病死と聞こえたのはその後敵の戦意や弔報から見てももはや確実なことだったからである。 義の子辰己に至ってはその暗愚を信長は行幸とはしているが問題にはしていないそれを討つにはまた自分には舅にあたる道産山,山城の守を死し,したる逆子を忠誠という人道の旗があるただ信長が大事を取っているのは彼にはまだ道三山,山城の守以来の布教と 良い家臣のあることだった。今川義元を討ったとはいえにわかに織田の不況や兵数が激増したわけでは少しもないのだ当や勝って聖夜に一敗を喫すれば昨日の田楽狭間はむしろ笑うべき一丁の無価清算となってしまうまず三河と五矢にあってこれは 重臣たちの権限もあり彼としても意を得た策であった去年半年のうちの最も大きな収穫はそうして松平元康との和名が成立したことだったこの松之の内その松平元康は三河から清洲城へ会見に来る予定になっている信長は

電柱の披露宴へ遠ざかるまで瞳を凝らして見送っていたがに及ぼうその上で武将の命令で鯛は解かれくどぐどと崩れた武者たちの上に初日は大きく昇っていた。その中に、 足がる約50名ほどを連れて場内の隅の方へ行く木下藤吉郎の姿もあった留守組の同僚がかなたから来て真正面に出会っても「ああ木の下!」とうっかり呼びかけないほど彼の顔は日焼けしていたひげはあまり生えない太刀であるが肌は薪のように荒れ かぶとずれに額ははげて鼻の頭や頬は赤くしもげ歯と目ばかりが白かった「正月だなあどうだ帰るお城があるというのはなんといいものじゃないか」部下の足軽たちへそう話しかけながら行く彼のその顔はしかし初日の出よりらんと元気であった。 ねねは、夫の長い留守の間に、養父フ、アサノマタウェモの家から、夫の家、霧畑の小さい屋敷の方へ、すべての荷物とともに引き移っていた。これは、はじめから談合の上のことであった。婿入りという形でコンを挙あげたが、ト吉郎の一心は、朝の家を継ぐには事情が許さない。いずれ、 中村の母や家族も迎えとなればならぬ僧領であるネネも長女ではあるが下には妹の親やもいることだしというような話から新夫婦は舅のもとを離れて別に住むようになったのであるだが親やは姉のそばを離れがただに年暮れから霧畑の方へ遊びに来ていた。 ネネが急に人妻らしい変わりようをしているのに親やは相変わらずマリばかりついてよく歌っていた「花の露ほど慣れ染めて富士の雲ほど立つなやの」「マリは時々柿より高くはず元日の霜はうららかに溶け始めていた」 花に嵐も深ば吹け君の心のよそえ散らずばややさん柿のうちの水屋で姉の声だったマリを手に留めて「はい何ですあなたおいくつになったんですかじゅうし」。 ご近所の方が笑いますよ。ことでも弾くかお書き初めでもなさい。笑っても構わないの？お姉様のようになるともうマリはつけないでしょう。木綿トーチチ米五郎座隠れ柴田にのけさくま。ややさんまた何ですか？そんな歌歌うもんじゃありません。というのに。 あのよしなさいまちのはやりうたなんかもっといいまりうたがあるでしょうおねえさまはほんとにかてですねこのうたはおねえさまがまちからおぼえてきてわたしにおしえたんでしょうおややのりくつにまけてしまったのかかきのうちのこえはだまってしまったおややはかきのすきま顔かおをよせて 台所に見える姉の姿へ。奥様若奥様木綿藤吉の若御両様どうしてお黙り遊ばしてしまったのですかとからかった朝の家の弓長屋以上ここは隣近所が耳近いのであるネネは顔を真っ赤にしてしまい,いややさあ ねめるまねして家の奥へ隠れ込んでしまった。ほほーお姉さまがお姉さまが親や,やはうれしがって思わずマリを宙へ放った。ポンとつくと前よりまた高く上がった。またつくまたつきながら道を歩きだした。すると誰か。 出会い頭の武者が手を出してそのマリをついた。へたくそな手に疲れたマリはすぐ横へ飛んでいってしまった。親やは丸い目を見張って、あのとその武者の顔をにらんだ。よく見るとそれは姉婿の藤吉郎であった。ゆうべ一夜城内に過ごして、 二日のけさ帰宅してきたのだがまだ戦場姿のままなので全くよくよく見ないとわからないような顔をしていたお姉様おおま、がが。帰りましたよ、駆け込んできた親や絶叫に近い声で家へ告げたもとより藤吉郎の帰りは前から知れていたお城へはきのう着いたが 何かとお役目向きの相談や始末もあり、今夜はジ内に泊まるが、明日は帰る、との、夫の使いを受けて、ねねは、今朝から待ちわびていた。朝の化粧も、何かの家事、常と変わらないつもりでも、どこかいそいそする風が、親の目にもわかると見えて、親山で浮き立って、姉をからかったり、マリを抱いて、 外へ出てみたりしていたところなのである。ねねは親やの慌ただしい告げを聞くと「ごんぞ旦那様がお帰りになりましたぞえ」若党のごんぞへ伝え自分も共に立って門口に出迎えた。親やも姉のそばに立った。しもべも立った。しもいも立った。皆で人の、 れが木下家の総家内であった先ぶれした親やから一足遅れて藤吉郎はニコニコしながら歩いてきた少人数の家族ながらまたささやかな一個の主だがその瞬間は厳粛であった一畳の主の凱旋も気持ちの上では同じものだったネネの手いに倣って 皆ひざまで手を下げて心から頭を下げた帰った藤吉郎が言うとお帰り遊ばしません家族も声を揃えたネネの目は潤んでいるまぶたの中にある白玉に正月二日の日がキラキラしていたネネ留守中ご苦労であった陣中からやった手紙は見たか いたた。だきましたあれには当分帰国もおぼつかないとしたためたがこの正月にみんなの顔がこうして見られようとはわしも思わなかったのだ。いやきれいになったなあ。と我が家の様や門前のほうきめだった大台など見回してやはり妻はよいものだ。 よく人は戦場では独り者の方が心置きなく戦えるなどと申すがうそだな。まことのいい女房なら留守んには女房がおるという安心のあった方がどれほど戦場で気強いか知れぬまあ、干せられますこと。ねねはえくぼへかけて目の内の白玉を放りこぼした。うれし泣きして。 夫と共に家へ上がった。独身でいた頃の家とは同じ家でもまるで見違える塵一つないどこを見ても妻の手が光っていたその光のうちでも藤吉郎の心の奥がまでさした大きな光はまだ檜の,の板も新しい神棚の一水の宮河しであった。 また次の間の仏壇の明かりであったもうけられてあるあるじのしとねに座る前に彼は三木の下に座して両手を使えまた下がって次の間の仏壇へもう出て手を合わせたもとより独身の頃は神棚もなかった仏壇もなかった同時に渦中に移す こんなな輝きもなかった。仏壇といってもねねはまだ夫の塩素も謹慎の個人も知らなかったのでただ一体の美男女大の自物をそこに祀っただけのものであるけれど黙拝した夫はそれで満足したらしい様子なのでひそかに心を休んじたそうしてあがて愚足も脱ぎ きて自分の体になると藤吉郎はさあ正月だねえねわがまま言うぞ真っ先に風呂だ何開いてるのかカミソリも備えておきようそれから食べたいそちの炊いた飯が食いたい身を斜めに座り崩して長々と足腰を伸ばした中村から送り届けてよこしたという 母が手つきの餅も食べた。ねねが心を込めた草草の料理も食べた。塗装も組んだ。めでたい。それで彼は寝てしまった。大満足の寝顔であった。二三日は年賀の訪客が来る。恒例に出かける。瞬く間に。

小溝の水までが美しく底を見せていた宿駅の入り口から熱田の宮の辺りにかけ沿道には織田家の人数が整列して待ち設けていたやがて今日清洲城へ参考あるという三河岡崎の松平元康を出迎えるために出会った信長からのお迎えとして ここまで人数を引いて出向いてきた名大役は林佐渡滝川一政菅谷九郎右衛門の三重心であった藤吉郎もそのうちの何の組かには入っていたけれど彼の人数のごときははるか下の方にあって町屋の軒端に立たずみ主君の気品が通る大台の馬糞を吐き取らせたり野良犬を追ったり 今しめに気を配ったりしているにすぎないのである宮の森にひもうらうらと高くなった頃追いである松平元康の先駆は足並みそろえて街道を打たせてきた弓の列である少し隔てて一軍の騎馬隊がさんさんと手綱靴輪をそろえてくるのが見えた

石川和正酒井忠次の両華道以下が固めている「いかに和議はなっても満ち溢れる春光と平和はうわれてもここの地上は40年以来互いに不祖の代からしのぎを削り合ってきた敵地である」「初めてこうして40年ぶりに平和な沸騰で国境を越えたのである」 考えなきを得なかったと同時にまだ心の底からの安心はなし得なかった謝禅へかかる元康は馬を降りた休息信長から向けられた出迎えの者に対して挨拶があるそして再び列は進んだ 三河宗の友人は総勢で百二十機と数えられた元康の随身たちも清須の町へ入ると初めて和んだ瞳となった城下の空気でわかるものがあった清須の住民は元康の姿を仰ぐに冷淡でなかった心から和名の成立を喜び平和の客 春の貴品として元康の一行を迎え合った城内に入ると信長は自身本丸に出迎えておおその人へ幹事と笑みを向けた元康は駒を預けて同じように微笑をたたえつつ信長の前に立った元康です どちらも若い。元康は21歳信長は明けて29歳だったその元康はまだ乳母の手を離れない6歳の頃にこの織田家に人質として送られたことがあったそれからまさに15年目今日は平和の客春の気品としてこの正義に迎えられているのである。 元安自身よりもその間の妊婦新参を忘れられない三河府大の童心たちは晩閑こもごも胸に迫って密かにまぶたを厚くしながら若い両大衆の交換を眺めていた客殿にはやがて共演が貼られた今の織田家の浮力として今日の国賓には最大な霊を取った善尽くし 美尽したた。ものであった信長は主賓の元康と並んで座った。いずれが上座、いずれが下座という手もなかった。絶えず二人がにこやかに笑み交わしている様が、はるか末っの群心からも眺められた。東吉郎も時折遠くその光景を見ることができた。しかし、 彼の席は客殿の末も末そして一段下がった廊下外であったけれどお流れの杯は廊下外の爪ざぶなの列にまでやがて順に回ってきた藤吉郎の手にそれが渡ってきたのは何百人目か知れなかったいやあこんないい話題な,なんと太平だ。 ご当儀にとってはまず何十年ぶりでこういう平和に恵まれたことが先代信秀様以来まずないことじゃろうそれは三河のにとっても同様な儀でござろう千秋万歳もう一んおまわし願いたいもので廊下外は気楽でもあるひそかに主賓の下馬評さえさまざまにささやかれていたあるものは 元安の人品を加減温用だが武略にかけてはどうかと言いあるものは元安そのものより今日連れている随身の中に秀でた骨柄のものがある家臣にいいのがいるのだろうと言ったぜぜひひ見る目はいろいろであった藤吉郎はそれらのささやきをさまざまに周囲に聞いていたが 誰の表にも「よく見た」と感心するような言葉は聞かれなかった彼は彼だけに見たところを一人胸にたたんでいた彼が感じたところは元康があくまで信長と対等にいることだった下りもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった 彼が感じたところは元康があくまで信長と対等にいることだったくだりもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった本来であればこうあるはずはないのである元康は織田家に大敗を受けた今川義元の人質だししかもその位置ばっかにすぎなかったものなのだ。 国力から言っても三河の財政は織田家のそれよりもはるかに悪い状態ではないかそれが桶狭間の敗戦後わずか丸2年と経たない間に戦勝国の織田家をしてこれほどな待遇を設けさせ29歳の信長と平等に席を取って少しも見劣りのしない21歳の元康というものは そう簡単に歓迎すべきものではないそう陶器治療は考えてふと廊下外の板敷きにかしこまっている自分の年齢を思うともなく胸の内でつぶやいてみる「俺も一つ取ってこの春は二十七になったのか」と身分は足軽五十人預かり 年は27体はまず健康。中村の里には何でも喜んでくれる母はいるし、家には良い女房がいる我。統治吉道は何の不平も覚えない。むしろ今日の自分をも祝福し、これも勲功の恩である。もし信長が10年前、 庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばとお流れの一根もあだには述べなかった信長の目が見えているといないとにかかわらず心から押しいただいて飲み交わした縁も竹縄の頃主賓と信長とは看護の間に「もし 松平殿が天下の将軍とならば織田はそのばっかに従いましょうもし織田家が天下の将軍となったら松平殿は織田のばっかに従いたまえ」とか約束したなどと後に側近者は言い伝えたが真偽のほどは信じられない何せよそれほどに両者の看護が親密に見えたことは事実に相違ないけれど それはさておき織田の軍臣が一興を喫したのはこの解明が行われたすぐ翌日元康は今川領の上の郷の城を攻め城主の宇有の長手でを切ってもう人頭の人となっていたことであった今日は以上でございます。こののほかにもたくさんの 吉川英治の作品を読んでおります。そちらもどうぞお聞きください。